上原浩二の雑談魂、雑談魂。さて上原さん、今回のテーマなんですが、はい、まあね、やっぱりシーズン終盤、はい、優勝、うん、優勝すると皆さんいろんなことあるじゃないですか。ご褒美、いい、はい、ご褒美。日米で優勝してる人って多分そんないないですよ、4、5人ぐらいだよね。確かに。松井さん、岡地、あ、岡島さん、はい、井口さん、ホワイトソックス、ホワイトソックスとソフトバンクで優勝してる、はい、ますよね、はい、いや本当に 4,5 人じゃない、はい、いやすごいね、 4,5 人に選ばれてるっていうのは嬉しいね。いいですね、ご機嫌ですね。すでに嬉しい。しみじみ。リーグチャンピオンのリングと、うん、あとワールドチャンピオンのそのリングって大きさ違うんですか？いや、ほぼ変わらないです、で僕もテキサス時代のリーグチャンピオンのリングは持ってるんで、はい、ボストンのワールドシリーズチャンピオンのリングも持ってるんで、はい、2つ持ってるんですよ。だから僕なんかダイヤの数がちょっとなんか違うとか、どうなんか、でも光ってますね。いや重い、しかも重い。そうですよね、ゴツゴツしてます。まだ見たことなかったって、マレーちゃん。私、上原さんあれ見てチャンピオンリングないですよね。あ、まだ見てないか。多分映像でしか見てない写真で、今度つけてくるよ。両手につけてくる。こっちに、こっちにボストン、こっちにテキサス。左ボストン、右テキサス。これ柳沢慎吾さんじゃないか。うって。テキサスの時はね、ペンダントももらったね、奥さんに。それまた別ですか？別っていうか、だからチャンピオン、リーグチャンピオン。奥さん用に。奥さん用に。すごい素敵、うんうん、それも球団によって違うんですか？違うね、ボストンはだからリングだけだったし。奥様はそのペンダントはしてらっしゃいますか？してない、東京の引き出しの中に入ってる。ちょっと待って、飾ってもない。なんか上原さん、なんかまずそのちゃんとコレクション用の家具買った方がいいと思うんですよ、うん、全然上原さん、いや買ったよ、だから、はい、新しいなんかマンション引っ越した時に、はい、作ったのちゃんと、はいはい、でもそこには俺のもんがない。なんで？何を入れてるんですか？黒田さんのグローブ、工藤さんのグローブ、宮本慎也さんのグローブ、伊藤智久さんのグローブ、吉野部のバット、一郎さんのバット、一郎さんのグローブ、スパイク。うわぁ、うん、そんな感じの。すごい、自分のもんがない。いや、そこに入れましょうよ。なんで自分のもんにあんまり興味ないのよね。なんでですか？なんでやろう。あ、でもそこに一個ね、面白いのが飾ってる。なんですか？嫁のバレーボール、世田谷優勝みたいな。世田谷優勝。すごいですね、優勝。ママさんバレーっていう。チャンピオンなの丸いトロフィーなんでしょ、メジャーの、はい、ティファニー製の、はい、あれも持ってるんですよ、僕実は。あれのレプリカ、はい、4分の3サイズっていうの、はい、結構大きいですね、レプリカ。だから結構これぐらいありますよ、だから4分の3サイズのやつをティファニーから買いました。買う？うん、もらえないんで、あれは買うんで。あの、お値段うん百万ですよ。みんなやっぱり、いや、多分買う人あんまいないですね、2、3人ぐらい。上原さん、それはなんで買おうと思ったんですか？いや、もうないと思ったんで。あこういうチャンスないと思ったんで。それこそね、これあれじゃないですか、こういう時の、写真とか、あと額みたいな売り出してたら、もう全部買いますもん、僕。すごい、はい、球団内でもうだ、チャンスないと思ったから。 そうです、それこそ腕時計もみんなで揃えて買ったんで、もう1000万以上で余裕で使いましたよ、優勝して。優勝してだから、優勝していろいろ、まあ多分お金も入って、まあお金だから優勝して1000万ぐらい使ったけど、もらうのが3、4000万なんで。え、何それは、どういうお金ですか？優勝賞品です。優勝賞金が1人3000万円。それをチームで割るんじゃないんだ。割るんじゃないです。日本はそれを多分チームで割る感じで、1人200万か300万ぐらいですね。いや、それでもすごいね。メジャーは運善万ですね。ちょっとびっくり。ただ、途中から来た選手とかいるじゃないですか。はい、トレードは、満額はもらわないです。そういう人たちは多分半額ぐらいです。メジャーだとシーズン終盤にね、あのガラッと思ったら。そうです。ね、あと、だから1年間いる人と、要するにマイナーとメジャーを行ったり来たりする選手は額が変わります。あと7月以降に入った選手と、そういう選手とはちょっと額が、でその額の決め方も選手だけが集まってミーティングして、はい、こいつ満額、はい、こいつ半分、はい、こいつ何ぼっていうのを選手だけで話し合います。それ、すいません、血が流れることはないんですか？あんまないですね。
あんまってことはちょっとだけ何か小競り合いはあるってこと？いやない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 、ほぼだから僕らの時はボストンの時もホテルの一室借りてみんなで集まって、僕の通訳どうするとかっていうのが話があったんですよ。で通訳って要するに僕だけの通訳で他の通訳してるわけじゃないんで、こいつの学どうするってなった時に、俺はそのバッティング練習してる時に守備の練習とかもしてくれてるし、なんか他の選手のなんかお手伝いもしてるから満額でやってって言ったら OK っつって満額になりました。みんな素敵、うん、そんな感じでした。なんか本当に大人の話し合いを、大人の話し合いです。そこで別に殴り合ってもないですし、なんか素敵、なんかそれぞれから本当にお互い頑張ったねって称え合って、うん、そうそう、そんな感じですね。かっこいいわ。日米の違いは優勝旅行がないんです、メジャーは。あ、そうですよね。終わったら解散なんです。なんかちょっと寂しいな。その日の例えばナイターで試合終わりました、はい、もうナイターで解散なんで次の日に会うことはないんです。ちょっと待って、このこれはってこの日の夜にも解散ですから。ちょっと待って、こんなにこんな固く抱擁して、はい、のに夜にも解散です。寂しくないんですか。いや、そういうもんなんで。なんかそこがまた、で日本はね、優勝旅行とかあるで、ね、まただって後にあるじゃないですか。そうそうそう、いや結構僕首相官邸行ってるんですよね。3、4回行ってるんですよ。それこそだから安倍さんに田沢と一緒にユニフォーム、あ、もうワールドシリーズ終わった後に、はい、ユニフォーム私にも行きましたし、あ、なんかそれニュースで見た気がする、その映像、はい、逆にホワイトハウスも行ってますからね。すごい、はい、オバマさんと握手とかもしてますからね。ホワイトハウスはどんな感じなんですか。ホワイトハウスはね、入るまでに3、4回検査があるんですよ。すげえセキュリティです。球場外は、ね、当たり前ですけど ね、なかなかアメリカって結構ね、セキュリティがどこもね。いやでも球場はそんな荷物検査ぐらいでしょ。本当に3、4箇所ここで通ったのにまた検査、また検査。すごい。でその当時名前が浩二上原、上原浩二でこう反対になってたんですよ、はいはい、だからお前の名前が見つからないってな、僕ね、一回足止め食らったことあるんですよ。だって、まあ、その招かれて、そうそうそう、言ってるのにお前の名前がないってなって、ってなって、周りのやつがこれボストンの俺らのクローザーだっかって言ってくれたけども、名前がなかったら入れないって言われて、で、いや、ただ単に名前が逆になってただけなんですよ。コージ上原と上原コージが、はい、そうそうそう、それだけで足止めちょっと食らったんですよ。しっかりしてる。で、うち隣、後ろから嫁が普通に入っていった。すごい、奥さんはちゃんと登録されてた。お先みたいな感じで。一緒待ってくれなかった。待ってなかったよ。嫁はちゃんと名前が登録されてた。すごい。外からホワイトハウスってみんな映像で何回も見たことあるでしょ。でもニュース映像で、はい。中から外ってあんま見ないでしょ。ないですよ。見せてあげますよ。残ってるんですか。これって大丈夫なんですか。見せていいやつなんですか。中から外です。合成じゃないですよね、この写真。違う、みんなでホワイトハウス訪問して。すごい、すごい、すごい。これは、あれですよね、視聴者の皆さんにもお見せできる。見せない。なんですか、その意地悪してやる。何その、これはネタ的にもうちょい伸ばそうよ。まだ、まだちょっとまだ伸ばそうよ。ちょっと見たいけどな、見たいですよね、皆さんね。いや、そう簡単には見せませんよ。だから、どうしたら見せてくださいますか、皆さんに。視聴者数が15万超えたら。ほぉですって。もうほんとなんか、上原さんの携帯電話をなんかね、見たらとんでもない画像が入ってたみたいなんで、また1本ね。そう、いっぱいあるよ。できますよね。見せれないものも。それを見たい、それを見たい。なんかやっぱ上原さんってすごい方なんですね。昔はすごかったのね。いやいや、もういや、知ってる？今もすごい方です。今は大したことないけど。いやいやいや、下ネタとかね、ちょっと言ってる時とかはちょっと本当普通のおっさんだなと思いますけど。下ネタ言ったことないよ。俺と思ってます。カットされてるから。なんか今スベって俺言ったことないよみたいな出しましたけど。ないないよ。いや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 、だって別に下着とかって下ネタじゃないでしょ。下着は下ネタじゃない。いや、埼玉で結構すごいのぶっ放したじゃないですか。そうだっけ。ねえ、だから放送されてないから分からへん。ねえ、ほんと
都合がいいですね。いつかね、なんか出せる時が来たら、ちょっとお蔵入り特集みたいなのもね、やりたいぐらいですね。ね、うん、まあとにかく優勝したらいろんないい思いができるってことで、日米ともに。いや、そのいい思いをもっとちょっとね、いろいろだから日本のもやっぱ気になることいっぱいあります。知らん、やっぱりニュースで見てる部分しか知らないので、うん、まあでも結局優勝したら、要するにアメリカだったらシャンパンファイト、日本だったらビールかけ、うん、ああいうのは絶対やるし、はい、まあ、今年はちょっとね、やらない方法ですけども、ね、うん、ああいうのを目標にみんなやるから、まあ、あれは楽しいです、あれはあれで本当に。なんかいつか、なんでしょう、あの私一回も経験したことないんで、ビールかけ、あ、じゃあやろうか。いや、なんか雑談魂で、なんだろう、何か達成したら、外で撮影して、達成したらやろうとか、うん、ね、やりましょうよ。しかも、夏にしよう。夏ですか？冬は寒い。もう痛い。痛い。痛い。目が痛い、毛穴が痛い。でもなんかシュワシュワしてるから、なんか毛穴きれいになりそうじゃないですか。いや、痛い。痛いですか？うん、で、下からこう、かけられると鼻血が出る。粘膜粘膜破れてて、あ、勢いがすごいから、あ、じゃあやり方注意ですね、うん、あ、なんかじゃあね、あの、どうだろう、現実的かは分かんないですけど、なんかじゃあどう、風呂場で自分でやったらこれ、いや違うんです、だってやればやっぱりみんなで同じ勢い、絶対見てるとやったことある人1割ぐらいいると思う。え、います？絶対いると思う。います？いや別にコーラでもいいやんか。まあまあ、ああいうのをお風呂で絶対やったことある人いると思うよ。へえ、なんかね、いつか、うん、だからなんだろう、100万人とか、ああ、いいね、100万人とかやったら、ね、本当それこそビールかけやろうよ、ね、だからそしたらもしかしたらその頃っても世の中も落ち着いてるかもしれないじゃん。そうですね、100万人の頃は。そしたらもしかしたら終わるまでいかない可能性もあるわけだからね。このもう雑談なしやめますって言った時に、その100万いかずにビールかけなしで終わるっていう可能性もあるから。何を言ってるんですか。で、いつかの100万人を達成した時にファンの皆さん招いてね、一緒ビールかけっていうのもあるかもしれないですよね。100万人突破したら、それこそ本当にファンの人選んで10人ぐらいと、なんか食事とかでもいいのか、うん、あとはなんかね、例えば企画だったりとかもね、うん、ファンの方からご提案いただく機会をいつか会議なんか設けるのもありかもしれないですね、うん、そうですね、頑張りましょう、上原さん。頑張りましょう。はい、私たちもね、YouTube 界の優勝を目指して、うん、やります。いい思いしましょう。はい。え、これどうやって締めたらいいの？じゃあ、最後。今日はね、本当にこのスタッフの方がこんな用意してくれって、はい、あの、一番気になるのはやっぱりこれですよね、チーズバーガー。そうですね。ちょっと帽子どけてみてよ。で、そこじゃないでしょ、下でしょ、これね、ライトらしいんですけど、これ多分今つながってないから、あ、つかないんだ、電池が入ってないから、これライトらしいです。はい、ちょっと可愛らしいね。ね、中好きそうですけどね。確かに夜中にね、ちょっとマクド行きたい、ってなりますよね。帰ってきて一回も行ってない。ああ、今なんかすごいいろんな種類あるんだよ、知ってた？俺全然知らなかった。だいぶ変わりましたからね、 CM も変わりましたし。そうそうそう、あ、花輪さん出てる、悔しいわ。キムタクさんすごいなと思うけど、はい、かっこいいですよ。ああいうのってどうやったら CM 組んでやるのね。空いてますけど。マクドナルドの皆さん、よろしければ空いてますけど、はい、雑談魂もしくは、はい、スポーツバックスの方までよろしくお願いします。お待ちしています。今回以上です。それで終わり？また。皆さん、はい、YouTube の、はい、なんていうんですか、あの、ベルマーク、そう、なんか、ね、新しいっていうのをご存知ですか？はい、機能なんですね。はい、で、あの、通知が来る、うん、なんかあの、新しい動画がアップされると、うん、その通知が来るっていう、うん、あの、ボタンができたんですけど、こちらもなんかまだ登録してない方がたくさんいらっしゃるようで、いや、登録してればあげましたよっていうのは携帯にピロンって出てきます。ピロンってやったら、はい、本人がすぐ気づくと。そうです、そうです、そうです。ほうほうほう、はい、ちょっとそれを登録していただきたいなと思うんですけど、はい、なんであのチャンネル登録はもちろんのこと、うん、合わせて、うん、あの、そのベルのベルトーク、ね、
ベル登録、はい、はい、通知のところベルマークじゃないですよ、はい、そうですね昔ベルマーク集めてたよね集めてましたあの集めて学校持ってってましたそうそうそう、学校持って行ったらね、みたいな、うん、はい、そんな感じの、あのベルのマークが、うん、はい、あるらしいんで、あの皆さんそちらの方を登録、はい、よろしくお願いします、はい、ご協力ください。